はいどうも、キスケです。今回ですね、ドラゴンクエストライバルズ実況を始めていくんですけども、使っていくデッキはピサロ。デッキの中身がこちら、アグロピサロですよで、前回の環境と何が違うかっていうと、これですね、毒矢頭巾、まあ巷ではね、プチゲマと呼ばれているカードなんですけども、これがなかなか強い。やっぱり敵リーダーに1点ダメージとはいえど、これが蓄積していくことによって邪神でのリーサル圏内に入ったりね、していくので、もう毒矢頭巾めちゃめちゃ強いです。で、2コスト2-3なんでね、ドロヌーバと一緒ですね。非常にスタッツが優秀なんで、2枚もちろん採用しております。で、ダークドレーム、はい、これはやっぱりね、軽いユニットが非常に多くて、もう展開展開展開ってして、数で勝負みたいなところがあるんですよね。で、一気に盤面返された時に、あ、どうしようもないと、邪神の呪いも引けてないと、ね、リーサル詰めきれないなっていう感じの時にも、ダークドレアムですよ。お願いダークドレアム、うん、これで、邪神の呪いを引くまで耐えると、で、しっかりと勝ちをもぎ取っていくっていう、まあ、コンセプトですね。はい、それではね、こちらで対戦の方やっていくんですけども、よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。動画の方最後までご覧ください。それではランクマッチいきましょう。頑張ってみましょうかね。はい、それでは対戦よろしくお願いします。お相手トロネコですね。やっていきましょう。ダークドレームいきなり来るけど、これはさすがにいらないですね。あー、悪くない。私のターンだ。しかも先行取れてるんでね、これはでかいっすよ。はい、お化けキャンドル、もうこの時点でアグロピサロってわかるでしょう。次のターン毒矢頭巾展開と。で、ゴンズも引けてるんで、相手ね、種開ければもうゴンズ引っかかってくれるんでね、はい、いいんじゃないですか。うん、まあゴンズケアで種全振りしてきたらね、ちょっと困っちゃうんですけど。え、うん、なんだ一体一体なんだ、なに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 、もう手に任せ、なに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 、掘り出し物ですよ私のターンだそういう感じ、そういう感じですか、もしかして。なんだそれ何それ、私のターンですね。嘘でしょ、勝手に掘り出してくれたんですけど。宝の小箱、無だ、全てを無に、全てを無に、邪神はまだリーサルないんでこっちかな、はい。何なのこれ、何なのこれ、手札悪くないけどさキルトの巻物よくわかんねえなお前はい、それでは対戦よろしくお願いします。お相手ミネアですね。先行引いていく、悪くない。うわー、毒矢頭巾1枚だけ返しちゃうか、これで。あー、1コスから動きたいんですよね、できれば。うん、マナカーブ通りに、マグロ、アグロなんでね、マナカーブ通りにもう動いていきたい。じゃがめし、じゃがよ、まあ、この毒矢頭巾もね、相手のミネアからするといいっすよ。まあ、1ターン目テンションスキル開けない場合があるんでね、ミニアって銀のタロット引けてないと。あ、開くか、うん、何でもないっす銀タロ引けてるんかな、それとも、まあ、ダークドレアム毒矢頭巾、これ強いっすよ。これ全然もうバカにできない強さありますんでね、はい。でテンションアップ OK、 いいですね。これミミック取れないんじゃないか、ミミック、ほい、ターンしろ。ミミックの4点パンチは入ってくれると思います。はい、ペタロット処
あーおー奇数かこれべドクヤズキおおお落とすね落としていきますねすごい落とされましたねいっかミミキ何度でも蘇るさ。さあ、ゲマ引きたいな、ゲマ。ゲマ、ゲマ、ゲマ、ゲマ。さあ、4コストの動き。銀のタロット。うん？タロット、何やろ？私のターンだ。何やろな。毒矢ズキン。ほい。よいしょ。削ります。ガンガン削ります。なんやろタロットショットを入れてるまあコントロールか魔術師ミニアって感じなんかな。ただタロットシャッフル入ってるならいらんと思うけどねシールドがうーんそれちょっと厄介ですね。開けない。まあ開けへんよな。毒矢ズキンいるもんね。竹槍、いいね。いい、いい、すごくいい。キューン。さあ、削ります、削ります、削ります。ひたすらに削ります。ガンガン削っていく。そして、毒矢ズキン、ペット。出すか。はい。ターンしよう。ジャガーメージは置いときます。はい。愚者つむじとか超怖いね。上が血族。さあ盤面最強で毒矢ズキンの能力で、1点入るんですけど、まあ、正直もうここまで来たらあの邪神の呪いでリーサル取れそうなんであとはもうそれを引くだけって感じですね。はい、はい、超必中推奨占い太陽入ってんのかな。太陽あったらちょっと壊滅ですね。ベッド毒矢ズキン毒矢ズキンかわいすぎ。魔術師のタロット上振れを狙っていく。ジャガーメージ2枚もなかなかきついな。ベッドあ1点だけ ?2 点じゃないのこれ。2点じゃないのか。銀のタロットテンションアップ。手札満タンですよ手札満タンだよ。塔のタロットなかなか読みづらい。しっかり落としていく。ただ盤面これ返せんのか。ベッドあと1点やないかい。これ勝ちだなはい対戦ありがとうございました。出てやるぜ。はい、それでは対戦よろしくお願いします。お相手、テリーですね。やっていきましょう。あー、これ行くか、これで。これで行こう。ゲマちょっと引けないのも、なかなか嫌なんで。おい。ただまあ、毒矢ズキンがテンションスキルだけで落とされるっていうのはちょっと嫌ですね。さあ、テンションアップ。軽いユニットが欲しいな。メラゴか。メラゴか。いや毒矢ズキンいくか。うん毒矢ズキン1点与えてテンションスキルで殴ってきて、まあ、3点相手にダメージ与えておくっていう感じでいきましょうか。で次ミミック、はいテンションスキル、それでテンションアップで終わってくれればめっちゃ嬉しいんだけど、さすがにないか。賢人、うん武器サーチ、ただまあ奇跡だとしてもまだ、装備できないんでね。メメキ俺のターン、まあ、間違ってもゲマを、このね貫通で与えられるところに置かないようにしましょう。さあサンディ私たちにかかれば、まあ、敵じゃないって感じ。そしてテンションアップで終われば嬉しいな。嬉しい、すごい嬉しい。全てを無に。あーゴンズ強い、ゴンズ強い。失礼しましたゴンズ強え。
やっぱゴンズ、やっぱゴンズなんですわ。さあ、まあ奇跡でしょうね。うん、奇跡サイレス24か、うん、ただそれだとしても、突破できないんでね、これはまあまあまあいいでしょう。次ゲマいきます。サンディが動くかどうかですね。でゲマ出して、ゲマが取られなければ次のターン、魔力の泉でまあカードをお互い引いて、まあ、バーンダメージを与えていくっていう感じかな。ゲマ召喚かっけー。おい、もうフェイス削ります。はい、見せてやるぜ。ゲマ強いよ、今の環境のゲマはすごく強い。さあ2点ダメージ、ズシャギガスラッシュ、チキショウめチキショウめ、悲しきかな。お、サンディ当たっていきましたね。ちょっと休憩、落とせんのかな。サンコス、サンコスじゃない、ヘルスさん落とせないですね。はい、全てを無、全てを無。おお、これはリーサルですね。ほい、あー違う、竹槍でバフ邪神、これでリーサルと。早い早いです。キピーン、エスタークかっこいい。対戦ありがとうございました。俺としたことが、はい、それでは対戦よろしくお願いします。お相手ミニアですね。やっていきましょう。ここ引いていく、邪神はいらないか、ジャガーメイジもいらんかな。こういう感じでちょ、できればゲマを引きたいですね。ダメか、まあまあまあ、でもゴンズはね結構強いんですよ、やっぱりミニア相手だと。勝手にカード引いてくれるんでね。はい、無だ、全てを無。ニードルマン、ニードルマンいくか。私のターンです。私のターン、メイジドラキ、オッケーオッケーオッケー。これオバキャンじゃなくてよかったですね。ヘルス2で取られないんで。はい、さあゴンツ、これは毒矢漬け、はい、アーチ。さあカード引かされていく。毒矢漬けとのコンボ、ニードル毒矢コンボ、いいですね。毒矢漬け待機してんじゃん、待機。おお、タロットシャッフル、いきなり使っていく。テンションアップで、しっかりと引いていく。まあちまちましたダメージも嫌でしょうね、相手からしたら。でメイジドラッキーフェイスって感じか。オッケー、ニードルマン生き残ってくれればもう3点の打点はめちゃめちゃ優秀なんでね。いいゲーマー引いていく、しかもこれはいいですよ。おい、楽しみ。これどんどん引かして、まあ、ゴンズ、まあ、発動できるようにしておきたいですね。はい、私のターンです。まあジャガーメイジメラゴがあれば全処理され、いや全処理はされないな。つむじ風切り裂いて、ニードルマン無傷、ニードルマン無傷、素晴らしい。出すか、なんかテンションアップで終わってくれれば嬉しかったけど、出すよね。あー、まあゲマゴンズ外れちゃったな、しゃあないな。私のターンだ。ただこれゴンズでいいっすね。はい、はい、ダウン終了。24出しとけばね、結構取るんしんどいと思いますよ。タロットシャッフルとかしか、まあ、ちゃんと取れないんじゃないかなと思います。はい、タロットシャッフルしっかり引いている。ほんで銀のタロット、銀のタロットも引いている。暴れ牛鳥、なるほど。まあゲマでいいか、これゲマでもうちまちま与えて、邪神でしっかりリーサルもぎ取っていく形でいきます。
さあ2点パンチそれほど痛くないですね。でこの盤面だとゲマ出しても別にテンポロスにはならないんでね。はい、ゲマいきます。ゲマ召喚、ゲマで14点削ってやろうって感じですよ。やったりますよ。私のターンです。さあ2点ダメージ、いやらしい。ゲマ原作通りやらしすぎる。銀のタロットは、お、テンションスキル回すか。テンションスキル回していく。2点パンチですね。またこれでまあ邪神2枚でリーサル圏内ですね。さあせっかく避けたコストが戻っていきましたね。悪くない。テンションアップフェイスト、オッケーオッケー。で相手手札6枚以上なんでここはゴンズいきます。ゴーゴーゴーゴンズ、魔力、魔力いいな。だから魔力もうちょい待つか。テンションアップ、ダウンしろ。次相手がテンションアップ使ってきたときに、魔力使います。でピサロナイトはちょっと出さないでおきます。グシャジャガメがちょっと怖い。これつむじか、切り裂いて、あーゲーマーゲーマーがやられていく。まあこれはしゃあないな。全てを無理、あと8点削り切っていきたい。魔力の泉、まあ応援あるけど、応援あってもったいないけど、ここはしっかりと、最大限のバリューを生かしていきます。あグレーメタル、ピサロナイト、ダウンしろ。あと6点なんで、ほんまに何ですか、邪神引ければリーサルですね。メラゴーストあるし、テンションアップ、すごくテンポがいい。ポン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 進んでいく。さあ手札はパンパン、そろそろ魔術師が飛んできそうなんで早いところ打ちたいですね。全ての可能性をこの手に、魔術師のタロット多分ぶつかってくるか。はい、出さない、なるほど。いやー欲しいな邪神ミミック。引きに行く邪神、はい、福袋。手札相手燃えるんでね。あーダメか、ジャガーメージ消えていく、ラッキー。これはラッキー。毒矢竹槍、テンションアップで終わりかな。いやテンションアップ打つ必要ないな、これフェイスでいいや。はい、これでターン終了。これでまあ邪神引けばリーサルって感じですね。はい、持つことできない。暴れ牛取り消えたのはでかい。お化けトマト、あーお化けトマト強え。お化けトマト、これは壊滅ですね。壊滅級。おーメッサーラ強え、メッサーラ強よ。ただダークドレームのコストがすごい下がりましたね。これもしかしたらダークドレームいくかもしれないですね。行きましょうかこれ、勝ち筋が邪神引くしかないんで、これダークドレームですね。お願いダークドレームよろしく。ダークドレーム手札すべて消えた。シュ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 バシャ、お願いダークドレーム、なんとかしてなんとかしてけろ。オーバーケトマト3枚目、トマト農家ですかね相手。シールドオーガー、いや邪神引いたら勝ちやのにな、きついな。引けないと負けですね多分。さあ邪神を引いていくと、まあこんだけ引いたら1枚ぐらい引くでしょう。はい、対戦ありがとうございました。私の予言が間違っていたというの。
はい、皆さんお疲れ様でした。今回ですねアグロピサロを使ってみたんですけども、いかがだったでしょうか。まあ、最後はねダークドラゴンを活躍してくれて、しっかりと邪神の呪い引けてね、良かったんじゃないかなと思います。はい、今の環境ねピサロやっぱり戦っていくにはアグロピサロが一番強いんじゃないかなっていう個人的には思うんですよね。うん、どうしてもねランプピサロとかだと魔術師ミニアだったり、テンポククールであったりアグロアリーナであったりね、その辺にねやっぱりちょっと劣ってしまうのかなと感じるので、アグロピサロ、今回紹介してみました。はい、よろしければこちらフリーマッチランクマッチで使ってみてください。それではよろしければねチャンネル登録グッドボタンお願いいたします。ツイッターの方概要欄にリンク貼ってるんで、よろしければフォローの方もぜひよろしくお願いいたします。それでは良きドラゴンクエストライフを、バイバイ。Thank you.